とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は素晴らしい装備が出ちゃいました。これですね。ウィザーのアーマーです。タワーで出ました。263。黄金が、クールダウン3。で、エンチャントで、ポーションバリア、雪玉、デスバーター。どうでしょうか？できればね、雪玉ところが、まあ、デスバーターでもいいや。そのどちらかが、ヘルスシナジーだったらめちゃくちゃ嬉しかった。でもまあ、この2つでも、耐久力が抜群だと思うので、どうだろうね。まあ、実際今俺が使ってるフルメタルかなり強いやつなんで、そのフルメタルよりも上を行くでしょうか。どうだろう。とりあえず、今日はデイリー行ってみましょう。それでは行きましょう。今回がプレイヤーのダメージ 50% 増加。いいね。で、重力がついてて、相手が帯電がついてるっていうやつですね。帯電クエストっていうところです。まあまあまあ、かなりダメージは痛い場所だけども、今回のこの防具の性能を見るにはちょうどいいところではないでしょうか。耐久力が抜群にあるんで、普及は全然できると思うんだよね。HP だったとしても。なんで、装備の性能チェックにはちょうど良さそう。回復するね。やっぱ 6% 吸収いいね。そうね、今までの俺のフルメタルでは、回復はリフレッシュでのポーション回復のみだったんで、攻撃したら回復するっていうのがやっぱ強いな。安心感がある。あと俺のこの武器をやっぱりこの武器強い。この星夜はマジで強いね。もうね、昨日から使い出したんですけども、メインウェポン確定です。強い。素晴らしい。よし、オッケーオッケー。でもそうか。デスバーターを発動するには採掘者が欲しいところかな。普通ではちょっと発動しづらいので、採掘者付きの弓とかそういうのを装備するといいかもしれないね。ちょっとデスバーターがちょっと意味がなくなってる感じかな。いやいや、ないわけではないんだけどね。もうちょっと発動しないともったいないな。せっかくついてるならね。じゃあ、お、神秘が出た。なんでしょうか。プレイヤー HP 40% 減少ね。 OKOK。 でもね、263だから、おいおい減るな。やっぱりHP はね、全然やっぱ違うのよ。251と比べると全然高い。 1.7 倍ぐらいあるので、やっぱりその分耐久力はだいぶ優れてるよね。素晴らしい。いた。いっけ。 OK。 脅威、どんなやつが出てくるかな。ここはキャプテンがいるんで全部取っていきたいですね。ここ長そうだな。矢がもうこんぐらい溜まったので、弱体化がついてる矢を持っていこうかな。一応ね、あれがついてると保険になってすごく動きやすいんだよね。出てくる敵が攻撃力が 40% 減少した状態で出てきてくれるので、でももうちょっと矢はあったらいいな。意外と減るもんね。やばっ。おお、すごい。6% 吸収すごい。回復する。おお、デスバーターも行きましたね。ちょっと待って、ナイトモード？ナイトモードきついよ。はい。いや、きつい。おー、倒して回復。えぐい。何？モブダメージ 30% 増加。オッケーオッケー。じゃあ、あとは痛い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 。ちょっと待って、見てる間にそれはやめろ。よし、トゲも入っとるしね、やめてくれ。あ、でこうね、怠慢の時には雪玉で完封できるので戦いやすい。あー、雪玉もやっぱいいね。うん、もともとすごく強いエンチャントなんでよかった。あー、やった、いたいたいた。でキャプテンあと1体どっかにいるな。まだ奥の方のあんまり探索してない場所があったんでそっちに行ってみましょう。あ、いやいや無理か無理か。ポーションバリアなしでもそこそこ耐えれるかなと思ったら無理だわ。やっぱ対電が来ると痛すぎる。うん、ちょっとダメージ食らいすぎるので対電があると厳しいね。あ、オッケー、これ下の方に絶対いるわ。行きましょう。うわ、ちょっと待って。じゃあまずはこうキャプテン倒そう。まずキャプテンを倒してから鍵を取りに行きましょうか。じゃないとちょっと耐えれない。うん、対電がやっぱ痛いね。え、どこ？あ、反対側か。やば、危ね危ねえ。どこ？あ、いたいたいた。えぐいえぐい。ポーションバリア使ってそのダメージかい。よし、オッケー。あ、やばい。よし、でもオッケー。じゃあよし、オッケー、全部取りましたね。じゃあ鍵を取って、進んでいきましょう。鍵どこだどこだ。出口が全然わかんない。よし、敵が一気にね来てくれれば嬉しいね。一気に来てくれるともうダイナモとこの星夜の特性で倒しやすいんでよかった。お、これでもうクリアだね。ああ、クリアだ。よかった。ちょっと待て待て待て、最後に死にたくない。はい、ということで今日は新しい装備使ってみました。ウィザーのアーマーですね。クールダウン3、ポーションバリア、雪玉、デスバーターです。かなり使い心地は良かったですね。うん、今使ってるフルメタルと同じぐらい使いやすい感じでした。うん、まあ、できればね勇者を出していきたいんですけども勇者出ないんだよな。うん、まあ、勇者をまだ狙って、タワー周回やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。